神のアニマルチャンネル。ゴリさん、はい、来ましたね。緊急事態明けましたね。明けましたね。久々にね、こうやって飲み歩くことができてね。本当に熱海もだいぶ人が戻ってきて。そうだね。今全然見てないけどね。あ、今はね。そうね、ちょっとで、ちょっとリニューアルじゃないですけど、うん、久しぶりの撮影ということで。かなり久々のね、撮影で。で、最近熱海を盛り上げたいっていう人が、うん、各地から来てるんですけど。そう、ありがたいことにね。ありがたいこと、すごい来てくれて、これは本当に心温まるね。そうす、ありがたいです。で、ちょっと紹介したい人がいるんですよ。紹介したい人、はい、はいはい、ちょっと静岡市の方から。お、はいはい。熱海を盛り上げたい。うん、そうね、ちょっとね、ダメージをいろいろね。そうです。緊急事態だけじゃなくて被災とかね。そういうことです。いろんなことがあったからね。それをね、ちょっとやろうと思って。うん、はいはい。ちょっと新メンバーというか。新メンバーと、まあ、まるまるチャンネルの、そうです、新レギュラー。新レギュラーで紹介したいと思います。はい、お願いします。ちょっと行きます。はい。ただの嵐だから。嵐絶対よ。よし、ハンバー。おー、びっくりした。あ、これはいつものレギュラーメンバーの、レギュラーメンバーのリカちゃんですね。うん、かわいい。Aのリカちゃん、Aもよろしくお願いいたします。ちょっと熱海盛り上げ隊の、開けられちゃうね。新レギュラーの龍之介くんと D です。よろしくお願いします。 D です。龍ちゃんと DD、K です。 K さん。 K です。 K さんなんだ。 D は大作の D です。小島大作の D です。小島さんです。こっからね、ちょっと久しぶりに熱海の夜を楽しんでもらおうと、はい、いう感じで、はい、ここから熱海のまるまるチャンネル、イエーイ、再びスタートです。だいぶカットしますけど、はい、あー、だいぶカットだね。俺がやんだけどな。うまい。せっかくなんでね、今日は、はるばる菊川から。菊川から菊川から中山筋肉です。おお、うまい。あの何もない菊川から。ありがとうございます。じゃあ、ほぼ静岡県民じゃん。県民です。ほぼ静岡県民。いやいや、タコマンっていう名物だから。あ、そう、そう、そうの通り。そうなん、そう、菊川。そうそう、だからこうやってね、各地から来てくれるようになりました。そういうことですね。そうなんです。ありがたい。すいません、なんかありがとうございます。ありがとうございます。まるまるチャンネルもお願いします。よろしくお願いします。菊川よろしくね。どうしよう。揚げたてはね、うん、って感じで、って感じで、全然私ママが、はい、次の店にワープします。え、もう行くの？お願いします。じゃあ、待ってね。熱海で最高のクラブ、さっきのリュウちゃんと D 君が飲んでるって言うんで行ってみましょう。それは申し訳ない。お、来ました来ました来ました。はい、今日は信者宗教、ベルクラブ、ベルクラブということで、 MC いねえな。 MC いないですよ。さっきゴリさんが言ってくれた。確かに。どうすか、熱海の女は。やっぱ、ディバ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 、女神。どっちがいいですか。はい、何ちゃんですか。アスミです。アスミちゃん。あ、そういうの。アイです。アイさん。ラブアイです。ラブアイ。ちょっとね、モザイクかかってるけどね。アリです。アリです。アリです。アリ、アリ、アリ、アイ、アイ。ちょっと D 君酔ってるね。 D 君は割と今いい感じで仕上がってきてるね。はい、仕上がり。これやっぱ多いです。結構 D 君も仕上がってくるとアホな展開が待ってます。今アイドリング終わったんです。アイドリング終わった。そのままエンストのパターンじゃないの。いや、もうブンブンって言うから。ブン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 。静岡ブンブン。じゃあキャンパイです。キャンパイキャンパイキャンパイお願いします。いや、こんな大丈夫。ちょっとエグザイル乾杯だよ。確かに LDH の隅っこにいそうだな。ありがとうございます。これ8代目で。8代目って感じで、はい、次へ行きましょう。さあ、改めて一番クオリティの高いバーです。突撃します。
いるんかな。ふざけんじね。はいはい。だからそう、インスタではねフォローしてるんですよ。多分。また飲んでるよ。また飲んでんじゃん。あれ。何これ。何が起きたんでしょう。どうなってんの。何が起きたんでしょう。熱海を代表するスナック A に何やってんの。あ。ちょっと代表されてる感じで。ハロー。ハロー。もううちのメイン MC のリカちゃん。ちょっとそっちからシシャモって言ってて。シシャモ。シャモ。おお、正解正解。正解正解正解。最高。シシャモ。じゃあ、チョレギサラダ。はい、チョレギサラダ。チョレギサラダ。なんでサウナっていうの毎回。え、今セーフ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 。サウナっていうのって今。チョレギサラダ。セーフ。攻めるね。じゃあ、リカさん、ササミサラミって言おうとしたの。ササミサラミ。B 君、B 君は滑舌が悪いんですよね。S と T が苦手。S が苦手。これ酔ってますね。今日何件目なんですか。うちの店に1件目に来るって言って何件目。4件目。4件目ですか。覚えてないんか。結構だって糸川さんからのショッペルたち。僕でも当たり前に1件目は糸川さんで聞いてます。そう、間違いない。シシャモ。いや、俺は何したんすよね。俺に今のシシャモ。いや、老若男女言ってみてよ。ダメ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 。それだよ、それだけは。そういうのは全然いける。行ってせーの。老若男女。セーフセーフセーフ。いや、俺はあるから。ダクオン、ダクオン、S 以外。その自信はどっから来るの。はぁー、静岡だから、今日わざわざ静岡から来だしてるんですよ。そうそうそう。島田市。そう、静岡市だね。そうだね。そっちの方がいい。静岡市。全然良い。言ってよ、言ってよ。あ、そこで。島田市。島田市。せーの、しまらし。あ、もう、もう、せーの、素晴らしいって聞こえたけど。え、でも向こうでも撮ってたの、いろいろと。まあ、何件かと。でもやっぱね、もう伝説の MC、リカちゃん。え、やっぱ、リカちゃんやったら、一番滑る MC でしょ。手裏剣、手裏剣。手裏剣とか出てきて。お前が言うな。よう、俺も今、来てるの結構大変だった。すげえよ。普通に言われたら俺たちは別に普通に龍之介は普通に滑舌いいから。
普段家でね。はい、ね、もう全種類。リカのこと知ってるクイズ、イエーイ。全種類。リカはもう読んでいいですか？俺は見てる。答えていいですか？いいよ。あー、正解。じゃあ、はい。はい。じゃあ、大吉さん。リカがここにスナック入れて、出前を取ってますよく。はい。リカさんの名前は何でしょう？分かってるじゃないか。違います。読んでもあれは、読んではもう量が多くて、すごいまあありがたいし美味しいからいいんだけど、読んではほら真上だから2階にあってカラオケ居酒屋さんで、朝5時までやってるお店だからさ。濃いから助かる。炙り締めさ。まで乗ったから。で、出前してくれたら、そこ行ってくれる。炙り締めさだ。いや、あとね、もう。炙り締めさだ。酔ってるは美味しい。美味しい。読んでは何が好きメニュー？炙りない。ポンポン揚げがでも一番いいと。ポンポン揚げ。炙り。炙りしめさばか。はい。やっぱ炙りしめ。炙りしめ。来たよ。いや振った甲斐があった。もうこれで一本取れるマジで。むしろ前編後編に分けようこれ。炙りしめさば伊豆はそうだね。確かに。大変そうだもん。炙りしめさば一つくださいってちょっと言って。ああ、でもリカ一個好きなサラダもスパムサラダがすごい美味しい。大きみ派は俺は炙りしめ。スパムサラダもスパムサラダも。大福のシャラダ。シャラシャラ。あでも炙り。雲のちょっとねグダグダになってきたんで一回ちょっとリカちゃん閉めてもらっていい？やだ。じゃあ一回。私何中ですか？じゃあ今日も熱海他にもいいお店たくさんあるので、はい、1時まではすごいですけど1時以降のお店最近すごいどん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 出てきたのでこれ今から楽しんでください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。中堅中堅好き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 。